そろそろ夜も更けてきたことだし。定番の怖い話大会と行きましょうか。みんなちゃんとネタは持ってきたわよね。おう、とっておきの怖い話を持ってきたぜ。私も昔実際にあった話を持ってきました。私もちゃんと作ってきたわよ。よし、じゃあ誰から行く？じゃあ私から行っていい？一発目だからほどほどにね。うん、わかった。これ、実在する人形の話なんだけどね。気合入りすぎだろ。魔法の森の奥深く、そこに超綺麗な魔女が住んでいたの。すごく親切で、森で迷った人を自宅に招いて料理を振る舞ったり、泊めてあげたりもしていたんだって。たくさんの人から感謝されて、謝礼を申し出る人も多かったみたい。そんな完璧な魔女にも一つ、困ったことがあったの。それは彼女に子供ができないこと。魔女は自分の魔法の研究を人間そっくりな自立人形を作り出すものに絞ったわ。でも、どんなに精巧な人形を作っても心を持たない。その名の通り人形しか作ることができなかった。ひどく落胆した魔女は禁忌に手を染めるの。それは、作った人形に自分の体の一部を用いること。生体のパーツを使うことで、人形に命が宿るためよ。魔女は今まで作った人形の中で一番の自信作に、自分の瞳を抜いて入れたそうよ。そして魔女の右目をもらった人形は動き出し、彼女の本当の娘のように屋敷で暮らし始めたんだって。その人形、今も幻想郷にあるみたい。もしかしたらみんなも会ったことがあるんじゃないかしら。右目が血で真っ赤に染まった魔女の人形にね。どう？怖かった。昨日ママと考えたのよね。ジョークよジョーク。私の怖い話は以上だけど。どうしたの、みんな。私の顔に何かついてる。どう？終わったと思ったらもう一回来る二重構造。あんたの場合作り話に聞こえないからやめ。もう休みませんか。何言ってるのよ、サナエ。まだ始まったばかりじゃないの。ほら、夜更かしはお肌の敵って言いますし。とか言って、怖いだけでしょ。マリサ、次あんたが話してよ。あれ？マリサさんならお酒買ってくるってお賽銭箱漁ってどこか行きましたけど。マリサったら巧妙に言い訳作って逃げたな。はぁ、私のお賽銭。ちょっと二人とも耳貸して。いい？今から速攻で怖い話作ってマリサを驚かすわよ。でも、ちょっとかわいそうじゃない？お賽銭はまた私が入れておきますから。いいえ、ちょっと怖がらせて反省してもらうわ。じゃあ、こんなのはどう？その名も恐怖のサイコパスストーカーとの攻防劇。よみんな、飲み物買ってきたから飲もうぜ。思いのほかみんなガチっぽいから、酒飲ませて寝かせよう。こんなん続いたら夜中トイレ行けなくなっちまうからな。おかえりマリちゃん、私のお金で飲み物買ってきてくれてありがとうね。あ、私下戸ですのでお茶いただけますか。私もお茶もらっていい。私も。お酒なんか飲んだらせっかくの怖い話大会中に眠くなっちゃうじゃない。そうだな。くそ、酒で寝かせる作戦は失敗っぽいぜ。さあ、じゃあ続きといきましょうか。これはちょっと前に私とサナエの身に起こった恐怖体験よ。学校が終わってバスに乗り、サナエは奥の広い席に座っていた。空いた車内でぼーっと窓の外を眺めていると、赤ちゃんを抱いた女性が隣に座ってきたの。バスはガラガラなのにどうして私の隣に座ったんだろう。と、疑問を持ちつつもサナエは再び外を眺めていたの。すると、何やら囁き声が聞こえてきたの。気のせいかと思ったけど、何やら視線を感じたサナエは、女性の方を見てみたの。しかし、女性が抱いていたのは赤ちゃんではなく、人形だったの。さらには人形をサナエの方へ向けて、何かを話しているの。最寄りのバス停に着くまで、女性はずっと何かをつぶやいていた。ようやく最寄りのバス停に着き、安堵したサナエは女性に、すみません、降りますね。と伝えて、バスを降りてほっとしたんだけど、その女性も一緒のバス停で降りてきたの。
気味が悪くなったサナエは幼馴染に電話をかけたの。そう、この私にね。霊夢さん、帰り道で女性に後をつけられてるの、助けて。ごめん、今モンハンしてるからまた後でね。頼りにならない私との通話を終えて、サナエは駆け足で家に向かったの。家に逃げ込んだサナエは不安な気持ちを抑え、私からの連絡を待っていた。すると、何者かがすごい勢いで玄関のドアを叩いていたの。恐怖で固まるサナエだったけど、玄関のドア越しに、サナエ、私よ、大丈夫。サナエの家を訪ねてきたのは、その女性ではなく私だった。私は泣きじゃくるサナエをなだめ、今日一日泊まってあげることを約束した。落ち着きを取り戻したサナエに、両親に連絡することを勧め、今日はおとなしく家でゲームでもしてよう、となった。今度は玄関のチャイムが鳴った。恐る恐るインターホンの通話ボタンを押すと。ねえ、誰よその女。インターホンを鳴らしたのはサナエをつけていたその女性だった。私はインターホン越しに怒鳴った。あんた、誰かと勘違いしてない。迷惑なの、警察呼ぶわよ。すると女性は顔をこわばらせ。お前こそ誰だよ。私たち家族の問題に入ってくるな。もう帰ってください。本当に警察を呼びますよ。それを聞いた女性は。覚えとけよ。そう言い残し去っていった。それから怖さを紛らわすために、しばらくゲームをしていた私たちだったが。霊夢さん、お腹空きませんか。気づけば何時間もゲームをしていた。あれからかなり時間が経っていたから、コンビニでご飯でも買うことにしたの。食用にジュース、宿泊用の歯ブラシセットを買い込み家に帰っている途中。サナエ宅の近くにある公園で、ちょっと休憩したの。思い出話に花が咲き、いろいろ話し込んでいた。風神6元年に転校してきたサナエのこと。私の入学時の成績はトップだったのに、今では怠けて最下位なこと。しばらく話し、そろそろ帰ろうとなった時。私は誰かの視線を感じた。サナエにそのことを伝えたけど、視線の先には誰もいなかった。見つけた。私が感じた視線はその女性のものだったの。さすがに命の危険を感じ、一目散にサナエの家に逃げ帰った。サナエのマンションに着くと、玄関のドアを激しく叩く金髪の女性がいた。先回りされた、と死を覚悟したが、ドアを叩いていたのはサナエのママ、諏訪子おば様だった。サナエの連絡を受け、仕事を早上がりして帰ってきてくれていた。インターホンをいくら鳴らしても返事がなかったのでノックしていたみたい。今夜はおば様が見ていてくれるそうで、安心して寝てもいいとのこと。その言葉に甘え、私たちは眠ることにした。朝起きると諏訪子おば様はすでに仕事に出かけていて、机には朝ごはんが置いてあった。料理上手なおば様の作ったサンドイッチは、お店で出されるもの以上の絶品だった。朝食を終え、私は一度帰宅を、サナエは午前の講義に出ることに。帰りの連絡を待って、また落ち合うことになった。サナエは昨日の反省を生かし、すぐに降りられる一人席に座り、私に連絡を入れた。バスを降りると、あの女性がいた。気づかないふりをして通り過ぎたが、彼女のささやきが聞こえてしまった。ほらしょんちゃん、ママが帰ってきたよ。それを聞いたサナエはガチで逃げたの、その女性も後をついてくる。いい加減にしなさいよあんた。連絡を受けた私が、ちょうどバス停に着いたのだった。霊夢さん、来てくれたんですね、私のために。そんなんじゃないわよ。あんたの身に何かあったら、諏訪子おば様に合わせる顔がないじゃない。あんな美味しいただ飯を逃す手はないからね。ほら、下がって、逃げるわよ。私の知らないうちに違う女と関係を持ってたなんて、許さない。でも大丈夫。その女を殺してまた私たちと暮らしましょう。そのサイコパスストーカーは怒っているのか笑っているのかわからなかったが、私へ向けられた殺意は本物だった。私たちは家に逃げ込み鍵をかけた。ドアを叩く音に加え、女性の発狂が聞こえた。
私の作戦通りだった。もしもし、警察ですか？速やかに警察に通報し、女性は連れて行かれた。ご協力ありがとうございます。では署まで連れて行きます。後日、あの女性の母親が謝りに来た。聞いた話によると、この母親は多忙で家を空けることが多く、娘にあまり構ってあげられなかったとのこと。彼女が常に人形を抱いていた理由も寂しさからだったという。たまたまバスで見つけたサナエの顔立ちが母親と似ていたため、家に連れ帰ろうとしたそうな。サナエは自分とあの女性の境遇を照らし合わせ、彼女を許したのだった。去り際に母親はこんなことを言っていた。この度は娘が本当にご迷惑をおかけしました。今度は左目出てくりますね。そうしてこの私に感謝したサナエは、私のお賽銭箱を潤わせてくれたのでした。マリサ、どうだった？怖かったでしょ？勝手にお賽銭持ってった罰よ。ははは、怖かったけどベタな話だよな。この私を怖がらせるにはまだまだだぜ。なんだ、ちょっとちびらせてやろうと思ったのに。速攻で作ったものね、もうちょっと寝られればよかったわ。そうね、リベンジはまた今度ってことで。じゃ、そろそろ寝ましょっか。なあみんな、トイレ行かないか。みんなぐっすりだぜ。怖いけどさっさとトイレ済ませて寝よう。でも霊夢地ボロいし、お化けが出てもおかしくないよな。客間と川山で距離があるのはいかがなものかと思うぜ。それなら私がついて行ってあげましょうか。ご視聴ありがとうございました。動画を気に入ってくれたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。不定期更新ですので、ベルマークも押していただけると嬉しいわ。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。